足なんだ。ひどい夢がここんところ続きやがる。生きた心地がしない夢だ。もがいてもがいて、なんかおっかねえもんから逃げるんだ。おい、聞いてんのか。なあオランド、こんだけ見てるのに夢の中身はっきり思い出せないのってなんでだ。ん、ああ、言われりゃ確かにな。あの感じ、なんか何も思い出せねえ。このところ増えている男性の変死事件、今日も新たな遺体発見です。亡くなったのは歯科医師スティーブ・デルホムさん42歳。夫人が寝室へ様子を見に行って遺体を発見したとのことです。遺体は他の事件同様、一晩の変化とは思えないほど異常に衰弱しており、まさか。おい、急にどうしたんだよ。あ、ねえ、ニュースの人、やっぱりそうなんだわ。ほら、ご近所の今朝警察来てたのよ。おかげでうるさくて。そりゃまた穏やかじゃないな。死んだ人、浮気者で有名なのよ。女房ほっぽって若いこと、しかも自慢げに周りに話してたの。まったく、なんて人かしら。親はともかく子供はえらく気の毒だな。さすがに子供はいなかったようだけど、でもどの道人でもしよう。おい、なんだよ。昨日夢であった。あ、何が。思い出した、あいつだよ。夢の中で死んだんだ。あいつ、今のニュースのか。何言い出してんだお前。でも昨日の声、そうだ、思い出したぞ。あいつ呪いだって言ってた、裏切ったせいだって。おい、よしてくれ。つまりあれか、夢で殺されたって言いたいわけか。くだらねえこと。噂、本当にただの噂なのかな。毎晩夢見ちまうこれって。マジで言ってんのか。じゃあ裏切りって何のだよ。くそ、俺は誰も裏切ってねえ。ああ、くだらねえんだよ。ったく、寝不足で頭が回んねえだけだろ。起きてりゃそこら中から妙な噂ばっかだ。おかげでゆっくり寝れねえだけだろ。まあそうだな。そうだろ。俺は誰も裏切ってねえ。裏切られたのはこっちなんだからな。なのになんで。くそ、悪かったよ。全部気のせいだろ。ああ、くだらねえんだよ。ああ、お前の方はどうなった。浮気相手とは別れたのか。ああ、実はこれから会うんだ。デートの約束破ることになるけど、今日で終わりにするって決めたから。そっか。これが片付いたら俺正式にプロポーズするよ。つっても指輪とか変えてないんだけどな。いつだっていいだろう。まあ頑張れよ。ヴィンセントさんのあれ何なんすか。そっとしとけって。あんなのにはさすがに絡みたくない。ああ、そう、聞いてほしいことあんすよ。俺実は昨日ついに大人になれたっつうか、ついに一皮むけてしまったんですよ。へえ。おい待て、誰とだ。いや、そりゃご想像の通りっつうか。エリカ。バレました、申し訳ないっす。マジか。けどちっと変なことがあって、なんかこう、まあ俺の経験不足っていうか気のせいだとは思うんすけど、その、そういやジョニーはどうした。 お前一人今日は来ないんすよ。最近えらい調子悪そうで。ああ、そっか。なんかみんな似たようなこと言ってますね。ヴィンセントのが映っちまったんだよ。ったく。あの、だから君に問題があるとかじゃなくて、他に好きな人がいるってこと。言おうと思いつつずっと言えなかったんだ。いろいろ迷ってることがあって。
そんな時に君と会って、それでつい逃げちまったっていうか。私よりその人がいいの？本当に悪いと思ってる。だけど大事にしなきゃいけない人なんだ。だからさ。大事って、それってまさかもう付き合ってるとか？ごめん。別にいいんだけど。え？別にいい？私が一番なら、そっちの人とは適当に続けていいよ。私とは今まで通りってことでさ。いや、君は良くても俺は困るっていうか。なんで？なんでって、その実は彼女お腹に子供がいるんだよ。だから俺結婚することにしたんだ。嘘でしょ？それでもいいよ。私はあなたの彼女でいたいだけだから。無理だって、俺にはそんな真似は。君とはもう会えないんだ。会えないって、 そんなのやだよ。どうしよう、泣いてるよ。好きでいてくれればいいって、彼女でいられればいいって、この子の一途な気持ちを裏切って俺がつけ込んだようなもんだよな。多分勘違いしてんだよ。勘違いって？俺何の取り柄もねえし、金もないしさ。どう考えても俺君と釣り合ってねえじゃん。まだ若いから勢いだけで行っちゃってんだと思うけどさ。だからそんなの分かんない。ひどいのは分かってる。でも別れてくれ。いや他のことなら何だってするから。他のことって何よ。バカにしないでよ。私死んでやるから。何言って、おい。大丈夫？大丈夫に見えるわけ？話撤回してよ。それはできない。ごめん、本当にごめん。他のことなら。他のことってないよ。本当あったまくる。私あんたのためなら何だってできんのに。私があなたのこと守ってんのに、なんで離れようとするの？バカなんじゃないの？バカです。やべえ、勘違いしてんの？そっちだから。あなたは私から離れたらダメなんだってば。それでも俺は。やめて、毒はやめて。なんすかあれ、この声ヴィンセントさんっすよね？大丈夫なのか？何にせよますます関わりたくねえ。ヴィンセントさん？大丈夫かよお前。そろそろ俺たち帰るけど、お前まだここにいんの？あ、エリカさん。ヴィンセント、もう帰ったら？ひどい顔よ。俺のせいだよな。え？
あの子にも嘘ついて、あの子も俺に騙されてたんだよな。これからはこんなことはしないって誓うしかないわよ。許されることじゃないけど、悪い夢だったんだって思ってさ。慰めてくれなくていいよ。彼女にもいつか正直に謝んなきゃな。黙ってていい話じゃない。いいから無理すんなよ。とにかく今日は早く帰ってゆっくり休みなね。ああ、もう少し飲んだら帰るわ。今日はなんだか寝れそうな気すっから。おい、トビー。え？あ、はい。哦，看起来还有最后一关呢。恭喜你啦，你过第七关啦，很棒很棒。啊，喝酒喝酒喝酒，受不了。初めから話せていれば、こんなことになってなかった。我原本想要走金毛线，但是不知道为什么变成 K 线，难过。喝酒。哎，我不懂这游戏，我明明想当渣男的。喝酒喝酒喝酒。突然ですが、グラスの闭嘴。口説きたい以上。もうか。おい、エリカ。それじゃあご注文は？再给我啤酒多一点。わかった。お待たせ。いくら自分に責任あるったって辛いもんは辛いよね。ご褒美に一杯おごってあげる。今日喝酒。我无醉无醉无醉，恰恁妹同情我。悪夢の噂はマジで。変なの俺だけじゃないみたいだし。闭嘴。もうか。まだ飲む。 No Thank you。 いや、ねえねえ、1ヶ月記念のお祝いしようよ。そうだな。じゃあなんかうまいもんでも食いに。私が作るよ、特製ハンバーグ。え、いいよ、寿司でも。大丈夫大丈夫、もう漬け爪は入れないから。そりゃ記念日だ。喝醉酒的视线。連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日遺体で発見されたのはアンソニー・ジャクソンさん29歳、スティーブ・デルホムさん42歳。スティーブ、夢の中の羊。電話の声、やっぱり。ダニエル・キルシさん、32歳。ダニエル。え、他小学同学死掉了。牛にいらしてた。え、ダニエル。不是。他小学同学不在隔壁吗？是另外一个丹尼尔。アブール・バーレルさん、28。ああ、石油王。これニュースでも特集。それがこんなことになった。ロデリック・ロックハートさん、24歳。彼、うちのお店に料理を運んでくれて。彼の作った料理。以上の方々、続いて第15エリアはお出かけの際には CM の後引き続き。大家都死了。大丈夫です、自業自得だからな。でもいいんだ、酒と女とサイコロ。確か誰かの言葉です。まあここにあるのは酒だけですが、体を癒すことですな。ああ。You got a mail。 辛苦你了，文森特。其实我傍晚有去你的公寓。啊，好，继续当渣男吧。我们刚好错过了啦。哦，你这个女人哦，不先打一通电话，自己跑过去干嘛？受不了你耶。
没得选，感觉两个都不错的。浮気のこと、ちゃんとけじめつけたんだね。ああ、遅くなっちまったけどさ、大事なのが誰か身に染みたよ。好きは求めること。でも愛するって与えることでしょ？誰だって求めるのは簡単だけど、与えるのは難しいわ。カウンセラーでも始める気か？やだ、違うわよ。ほら、私って愛の伝道師だからさ。哦，你是说爱的传教士，还是你喜欢传教士？そういえばリンからね、家族にも会えて、ヴィンセントさんも絶対に幸せになってくださいって。幸せか。イボ、什么是传教士？我听不懂啦。我以为听不懂。